ちが板付け仕立てのヒリライジンですね。こっちが鉢ザルですね。ヒリ丼仕立てにした、ヒリです。ビカクシダの動画始まるよ。はい、どうも小春日和です。今日も、動画見てくださってありがとうございます。今日の動画は、まあ、いつも通りビカクシダの動画になるんですけど、今日の主役は、こちらの株になります。ドドンと、はい、ヒリーのライジンですね。もうすごく人気の、まあ、人気というか、まあ、人気やし有名な品種ですね。かっこよくなる品種と、はい、です。はい、でこのヒリーライジンが何なんやねんっていう話なんですけど、この株をもとに、まあ、僕この株を2つ持ってて、板付けしたバージョンこちらですね。それともう一個は鉢管理、何て言ったんかな、鉢ヒリ丼って言って僕、まあ、過去動画に上げてるんですけど、まあ、鉢植えにして、まあ、実際鉢じゃなくてザルを使ってるんですけど、あの水切りザルみたいなで、仕立てて、育てて、比較してみたいなと思って、それが、まあ、だいぶ経過したので、まあ、今回ちょっと動画にしてちょっと比較していこうかなと。まあでもこれは僕なりの目線で気づいたこととか比較していくことなので、まああくまで、あそんな感じなんやなと思って見ていただけたらなと思っております。で比較検討していく株は、両方とも、スポア株って言って胞子栽培されて、育った株です。親株があって株分けしてできた株ではなくて、親株の胞子を巻いて、胞子で、できた株なので、胞子バイオ株ってなるとやっぱスポア株って言われてるんですけど、まあ、それはまあ何て言うのかな、必ず煮るっていうのも限らないし個体差が出ちゃうんで多分差が出るとは思うんですけど、まあ、そこら辺のことも踏まえ、まあ、参考までに見ていただけたらなと思います。お迎え先は、美覚野郎さんこと、日比野さんですね。もうかなり有名な方で、美覚好きな方は皆さん知ってはると思うんですけど、その方から買わせていただきました。で、ね、イベントとかもされてるんですけど、ヤフオクでも販売されてるので、あの URL をヤフオクの販売 URL を概要欄に載っけておきます。はい、その方から、2株お迎えさせてもらって、比較しました。でお迎えしたんが約いつやったっけ、2022年の7月、いや8月か、8月ですね、8月ぐらいだと思います。ちょっとね字が消えちゃって、あの分からんくなってしまったんで、うっすらの文字で今読み取ってる、多分7か8なんですけど、多分8やと思うんで、8なんで2022年の8月やから、89、えちゃう、僕こういう計算苦手なの、2023年の8月で1年やろ、で9、10、11、12、1、今2月やから1年と6ヶ月ぐらい経過して、ま、僕の元に来た時もだいぶ大きくはなってたんですけど、 8状態で来たんですけど、2株とも8仕立てで来て、1個は板付け、1個はそのザルにするっていう形でやってます。はい、で、まあ、過去動画にあの両方とも残してるので、アーカイブじゃなくてそのであの動画残してますんで、板付けの時と鉢仕立ての時の動画あるんで、もしよかったらあのこちらに、こちらにとかちょっとやってみた、こちらにあると思うんで、あのよかったら見ていってください。はい、
ではね、とりあえずね、まあ比較していこうかなと思うんですけど、まあ僕なりのまあ比較なんで、ちょっととか気づいたことなんで、まあその専門的なことじゃないかもしれないですけど、はい、やっていきたいと思います。それではスタートです。はい、それではちょっと見ていきたいと思います。ちょっとね、他に美角がおって、ちょっと見にくいかもしれないんですけど、で こちらが、こっちが八ザルですね。ヒリードン仕立てにした、ヒリです。そして今さっき見せた、僕が抱っこしてたやつが、こっちが板付け仕立てのヒリライジンですね。こんな感じになっております。とりあえずちょっと一回撮影していこうか。はい、板付けの方がですね、上から見るとこんな感じです。はい、こういう感じですね。胞子葉がこう今上に上がってきて、こんな感じです。でちょっと大きさ的に比較すると、こういう僕の手ぐらいかな、まあ、僕の手がどれぐらいのサイズかわかんないですけど、こう筋、雷神特有の筋が入って仕上がってきてますね。はい、で、こっちが貯水葉です。で、貯水葉がこんな感じで、ちょっとこうなんか荒々しい感じに育ってきてます。こんな感じで、小株も今 1,2,3 かな。はい、これが、今板付けしてる方です。次がですね、ヒリドン仕立てですね。まあ、なんでヒリドンって言われてるんかっていうのは実際のとこはよく分かんないんですよ。多分ヒリっていうのは結構貯水葉がこうね、丸く収まるんですね、他のヒリ。ちょっとあれまたちゃう美角なんですけど、この子もヒリでこう丸く収まるんですけど、多分この丸いのが、まあ、こういう鉢仕立てにした時にどんぶり感出るからヒリドンって呼ばれてるのかなとは思ってるんですけど、一応こんな感じですね。ちょっとね、見た目がすごく悪くて、今ちょっとえらいことになってるんですけど、はい、ちょっと小株取ったりとか、ちょっとリセットしたりとか、まあちょっといろいろあったのでこんな形になって、これもバリバリになってるんですけど、とりあえず葉っぱのね、胞子葉の状態から見ていきたいと思います。はい、上から見るとこんな感じですね。はい、胞子葉デロンデロンしてますね。こんな感じです。でね、まあ、まず僕なりに比較していきたいんですけども、この子の特徴というか、まずなんで一番にこのバリバリなのかっていうのを、言うとですね、このやっぱどんぶり、もう貯水葉は何回もこう張ったんですけど、小株がすごく、できちゃうんですね。その時に潰したりとか、小株取りした時にバリバリ取っちゃったので、こういうなんかもうすんげえ状態になってて、鉢のサイズアップしようかなと思ってるんですけど、しようかなと思ってたらすぐにこうやって小株吹いてきちゃってたりとか、あの不定芽ですね、言うたらこれ、まあ不定芽による小株っていうんですけど、言うたら芽がこうやって出てきて、細かい芽がねちょこちょこ出てるんで、変えようかなと思った時にすぐ大きくなっちゃったりとかして、なかなか、はい、っていうところがありまして、こういう葉になってますね。ここら辺はですね、こう貯水葉がガーって追いかぶさってきたんですけど、すごい形が悪くなってきてしまって、初めは綺麗やったんですけど、その次がぐちゃっとなったりとか、あとはまあこの釣り金具ですね、釣り金具があることで貯水葉の感じがすごく、あんまり良くなくなってきたので、カットして、でとりあえず水苔今上バーッと置いてるだけなんですけど、糸とかで今何もやってないんで、ちょっと手抜いてしまってるんですけど、こんな感じで、もうこんなしら、まあ、またすぐ貯水葉を張ってくると思うんですけど、はい、こんな感じになっております。てか
ほんまにヒリドン、なんでヒリドンっていうんか、もし知ってる方いたらまた教えてください。でね、ほんまこの比較動画なんですけど、僕あのタイミング合わずというか忘れていたというか、あの見てくれてる方からコメントでちょっともらいまして、完全に思い出して、とりあえず回そうと思って、もっとこれを綺麗な容器に移し替えてからやったらよかったんですけど、ちょっとああと思って、今のうちに回しとこうと思ってね、またこの小かぶっとるタイミングミスって、またあのあれ結局汚いまま出ちゃうかもしれないんで、ほんなら多分今回そうかなと思って、はい、回しております。まずね、分かりやすい胞子葉の特徴から言うと、胞子葉のでかさなんですよね。すごい幅広い。こっちはどっちか言うたら太くはないと、はい、そういう感じです。で、筋ですね、雷神特有の筋はやっぱ板付けの方がきつめに入ってくるんかな。ちょっとね、緑の濃さが違うので何とも言えないんですけど、まあ、今そんな感じかなとは思ってます。ただそこら辺も、まあ、両方とも胞子葉用株なので、もう個体差があるって、もうこの子はもっとちょっと緑濃い子なのかもしれへんし、そこら辺の比較が分かんないんですけど、パッと見た感じは、そうですね、はい。で次が、僕的に一番思うのが、こっちは胞子葉の数が少ないんですよね。ちょっと今これカットしてるんですけど、これはあの、胞子採取するためにカットしました。であとは成長点の向きが、この板で2回板付け板替えもしてるんですけど、1回目の板付けの方向が多分悪かったんで、こうなってたんですよ。で戻したんで今まだマシになってきてるんですけど、でこれあまりにもこういっててカットしようと思ったんですけど、胞子がついてきてたので、で今回やっと熟して切ったんですけど、切った動画忘れてたので、写真だけは撮ってあるんで、写真どうぞ。っていう感じですね、はい。でこっちはもう明らかボーボー生えてます。こっちもありそうなんです。これね、めっちゃカットしてるんですよ。スタート多分ここら辺からで、でめっちゃカットしてカットしてで、今ここなんで、でどん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 胞子葉のあれが多い気はしてます。本数が、それも個体差があるって言われたらそうなんですけど、ちょっとそんな感じかな。あ、すいません、電池が切れました、はい。ですね、でまあ見た目の感じがそんな感じかな。ちょ、水葉はね、ちょっとこっちが今ボソボソなのであれなんですけど、まあ、胞子葉の本数はこっちが多いかなと思ってます、はい。でまあ環境なんですけど、まあ春夏は両方とも外やって、秋冬は室内で管理してる状態です。肥料とかもほぼ同じ感じなので、基本ほぼ一緒ですね。で室内ではエアコンとかサーキュレーターを使ってます。で板付けの方は一回板替えしてるでしょう。でその時に苔増しもしてますね。で仕立ててる、材料は、全部水苔やったはずです。過去動画多分間違ってなかったらごめんなさい。一応それでいけてるはずと思います。でザルの方は過去の動画で仕立ててからほぼ何もしてません。まあ株分け小株つくので、小株取った時に何ちゅうかな、水苔を持ったりしたりなんやいろいろしてます。で多分こいつはちょっとあの水苔の消費量とか、まあ、いろいろ考えて中べらぼんにしてると思います。細かい、確かそれも多分過去動画であると思うんで、はいはい、多分べらぼんで真ん中らへんべらぼんにして水苔をぐるりに巻いてっていう感じで仕立てたと思います。間違ってたらすいません、はい。全部ね水苔でも全然いいと思うんですけど、
で2つの株育ててて次気づいた点ですね。まず一番この、両方というかね、特にこっちなんですけど、ヒリドンの方なんですけど、ある程度大きくなってくると株がこうあるじゃないですか、上に重心がいっちゃうんですね、胞子葉がわーっとすると、こう床置きしてるとコテンコテンってなるんですね。ですごくフラフラしだす、特に水が乾き出したらえらいことになるんで、今回は僕ザルを使ってヒリドンやってるんですけど、これが陶器鉢とかであればこけへんと思うんですけど、重たいから。でもプラなんで、ほぼもう水苔抜けたらほぼ重量ない状態なんで、なんちゅうのグラグラになります。だからほんまはある程度いったら下の方を大きくして重心を下に持ってくるようにザルのサイズアップをしなあかんかったんですけど、小株取るというか小株が出てきちゃう理由でこのままずっといってるんですけど、なかなかタイミングができなくて、でどうしようかなと思ってた時に、針金で釣ろうと思って途中で、ちょっとカメラまた動かしますね。こういうふうに針金を引っ掛けて、4箇所引っ掛けて、で胞子葉の間を縫って、こういう感じにして針金で釣って天井にこう釣る感じで育ててます。今はこう低いところに置いてますけどね、こう比較しやすいように。はい、そうですね。それがとりあえず一番気をつけなあかんかなっていうところで、釣りにしたことによって成長がすごい良くなったんですよ、この子。良くなったというか、歯がねめっちゃ立ち上がるようになったんですよ、上に。もっと結構早い段階でしなーってなってたんですけど、上にこう伸びるようになったのは、もしかしたらこう空気が床置きよりも空中にある方がこう歯の空気が回ってで立ったんかなとはちょっと思ってて、あとはね、当たり前なんですけど、光がやっぱ上の方にあるので、そいつに引っ張られやすい、光源、言うたら育成ライトからの距離が近くなるので、それで立つっていうのもあると思うんですけど、なんかね生き生きしたんで、もしかしたら風がこう回ってるからかなと思ってます。はい、で次は水やりに関してなんですけど、水やりは、ザルの方が圧倒的に水を欲しがります。板付けの方はね、もうペタッと貯水量がこう今こんな感じか、はい、ペタッと張り付くまでは結構水吸ってたんですが、張り付いてからは全然水そこまで欲しない感じですね。やっぱこの保湿がされてるんですけど、こっちはね、貯水量こう上張っても下が通気性全開なのでかなり欲しがります。これが陶器鉢とかメッシュ鉢じゃなかったら全然乾きはよう似たもんかなとは思うんですけど、どうしてもこうメッシュで管理したいので、僕はすごく乾きます。だから夏場とかちょっと気抜いたらかなりいっちゃうんで、気をつけとかなあかんなって思いましたね、育てたら。で水あげる回数もおのずとこっちの方が多いです。あとはね、もう見てわかるように小株ですね、小株どちらもね、その不定岩にいる小株ができるんですけど、もうこれはザルの方が圧倒的にできます。品種にもよるんか、そのスポア株でその個体差とかもあるんかもしれないんですけど、普通にすごくできます、こっち。ただできるの嬉しいんですけど、芽がいろんなとこからブワーッ出てくるので、すごく隣接し合ったりとか変なとこから出たりとか、ぐちゃぐちゃになりやすいです。だから間引きしながら育ててやらないと。これも今かなり減らして今、こんな状態にはなってるんですけど、こういう 1,2,3 個ぐらいにもう絞ったんかな。はい、こうやってこれ取った後でなんですけども、この前まですごかったのでちょっと今減らしました。で間引きしなくて育てると、なんか問題あるかって言ったら、親株がかなりパワー持っていかれます。こっちやったら言うてもね、そこまで普通通常通りというか、ここはベタな小株の付き方するんですけど、これほんま変なとこからも出るし、なんか
固まってボボボボボボボンって出たりするんで、その時にもう全えってな、多分まあまあ普通に考えていっぱいバーってできると、親株がなんかねこうもうクターってなったんですよ。でこれあかんってなって、もう取って取って取ってとかしたりとか、株分けしたりとかいろいろしたんですけど、そういうことがあるので、ほんまにまあ多分親のパワーが削られて、まあ、成長が鈍ったんかなと思ってますね。なのでしょっちゅう間引くようにはしてます。はい、ヒリドンの方はまあこれ見た目の問題なんですけど、成長点ってこうね、ちょっと一回カメラまた外しますね。成長点ってよいしょ、今三脚でちょっと固定してるんですけど、成長点ってね、今こっちの板付けの方を見て話していくんですけど、まあ、スタートがまあここやったとするじゃないですか。だからこう、まあ、大体2列で上がっていくことが多い、まあ、ほぼなんですけど、こう上がっていって、こう言うたらここの出た出た次出た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 で、今度新しいのがここからまた出ようとして、言ったらねスタートここで上がっていくんですよ。でもね、分かる方は分かると思うんですけど、こいつもね、言うたら初めここら辺スタートで考えたんですね、真ん中で。それがやっぱ成長していくとだんだん上に上がっていくんで、今ここまで来て持ってるんですね。だから言うたらこれがこう上がっていくので、生育的にはあ、でも問題、あんまりに攻撃すぎた問題あると思うんで、だし株自体のバランスも悪くなってくると思うんで、定期的に戻してこう、まあ鉢替えするときにまた中心点をずらすとかしていった方がいいんかなと思いました。そうですね。で、次が、胞子ですね。胞子、ビカクシダって胞子がねつくんですけど、今ちょっとカットして、今またついてるかな胞子、どうやろう、ちょっと待ってくださいよ。今はあ、次またつきそうやけど、こういう感じでこうやって胞子ね、胞子、他のビカクやったら分かりやすいか、こういう風に胞子、胞子、胞子ってめっちゃ出てるな、胞子ね、こうやってこう普通なんもないです、こう切って先っぽにこうやって胞子がついて熟して茶色くなっていくんですね。あ、これこっちの方が分かりやすいか。こういう風に胞子がついてつくんですけども、でその胞子がつくスピードは、板付けの方が圧倒的に早かったです。もう1年もかからんうちから出てきてたと思います。カットしたってあったかな、これ胞子がね、今何袋かに分けとるんですけど、こうやって胞子がねこういう風に取れました。でだいぶ熟せてきたかなと思ったので外して、今こうやってちょっと保管してます、雷神さんね。はい、でこっちがまあ早かったと、胞子がつくのが。で鉢の方は胞子はまだ来てないと思うんですけどね、そんな頻繁には見てないんですけど、まだ来てないです。新しいので来るかな、ちょっと待ってくださいね、こうちょっと怪しい、あでもこれはまだかな、まだこっちはついてないですね。はい、なのでまあ板付けした方がまあ胞子つくのがまあ早かったっていうのかな。まあ、これも個体差あるからほんまちょっとね、どっちがどうとかは言えないんですけど、まあ一応現状、でもちゃうか、うん、でもちゃうか、はい、一緒についてんのかな思ったんですけど、はいですね、雷神の胞子はこっちの方がまあ取れたかなと今現状でね。はい、まあ、とりあえずね、もう比較してパッと見、今パーッと考えてやったところなんですけど、ちょっとまたカメラを固定します。まあ、胞子はこっちが早かったと、で小株はあっちの方がつくと、まあ、そんな感じかな、明らか、まあたまあ、ほんまに、まあ、僕が言ってる通りちょっと調べにくいので何とも言えないんですけど、あのスポアなんでね、まあ、まとめとして、まあ、最終僕の中でどっちがいいかなって、まあ、どっちもいいんですけど、いいところがあるので、まあ、こっちは僕は噴水みたいに仕立てたかってイメージ通りになってきてるんですけど、もっとやっぱ下でかするべきかなと。で板付けはまあこのままこうやっていって、もっとどうなっていくかを見ていきたいんですけど、
まあ、どっちか選べって言われたら今んとこ僕好きなのは板付けの方ですね。かっこいいなと思ってます。やっぱ葉っぱがこう太くてこうボッと出てきて、あの筋も濃いし緑も濃いのでこっちなんですけど、これも答え差があって分からない、分からへんので、ちょっとまああれなんですけど、まあまあまあ一応ね、だからそこら辺も今後検討を自分の中でしていきたいので、こっちで小株取れた分ねを今度は板付けにしてるんです。で板付けにしてみて実際親っぽく育つのか、それとも、板付けのこの感じで育っていくのか、結果出るのはすごい長いんですけど、ちょっと様子見ていきたいなと思ってます。まあ、どうしてもね、もうほんまはもっとこういっぱい比較したいんですけど、どうしてもそこまで僕も室内で管理でききらんので、とりあえずこの子の、小株を取って板付けしてみて、どうなっていくかを、まあ、今後もやっていきたいと思っております。まあね、何より、まあ、とりあえずなんですけど、まあ、これが全然あのこの株の本気じゃないと思うんですね。まだまだやっとなんかほんまに歩き出したかなっていう感じの胞子葉の感じするん でもっともっとあの他で大きく育てるのを見たことあるのでね、写真とかで。なのでまだまだこの頃も未熟なので、もっと成長してさらなる変化を楽しんでいきたいと思います。で、ね、今回動画作るにあたって、ザルね、こっちのザルかっこいいの、このねザルよいしょ、このザルねかっこいいのなんかないか、もうこれ100均のやつなんですけど、ほんまに水切りかごというかザルなんですけど、まあもっと大きいやつでかっこいいのないかなって探したんですけど、やっぱ全然なくて、なんかまあ なんか業務用のやつはあるんですけど、なんか水色とかなんかそんなんやしちょっとなと思って、で黒とかがないかなって結構探したんですけど、でか、まあ、こういうねプラバチっていうんですかね、こういうのはまあこれでもええんかなと思うんですけど、これはなんかどんぶり感が出ないというか、やっぱこのこうなってるどんぶり感が可愛いかなって思ってるので、これでなんかね、なんか今ね 3D プリンターとか作るの流行ってるので、もし誰かかっこいいどんぶり猿とか作ったらヒリヨネのね面白いんちゃうかなとかちょっと今思ったりしてます。でね、そのでっかいやつからヒリを、まあ、小株取って育てるのもいいでしょうし、まあ、群生にして、まあで天井から吊るっていうのをして、こうブワーって全方位雷神みたいなかっこいいんちゃうんってちょっと今思っております。はい、とまあ、僕なりの気づいた点とか比較ですね、全然比較になってなかったかもしれないですけど、まあ一応こういう形に映像に残してみました。でね、僕が見逃してるところもいっぱいあると思うんですね、比較にしても気づくしても、はい、まあもっとこれからも育ててちょっといろいろ気づいていけたらなと思います。でね、板付けにしてもこの鉢仕立てにしてもそれぞれ美学の個性が出てくるなと思って、なんかそれが気づけただけでも収穫かなと。実際に同じ品種をこう2つ育てるってすごく家の場所的にはすごく場所取るんですけど、まあ分かってよかったかなということです。まあね、この動画を見てなんか少しでも参考になればなと思います。でね、まあ、とりあえずね雷神かっこいい、それに尽きる、これだけは間違いない、はい、そんな感じです。ちょっとお腹がグーグーなってきましたので、今日はこの辺で動画終わりたいと思います。それではね、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではさようなら、バイバイ、また見てね。